マットキナーゼという、シグナルを説明したいと思います。ラス、ラスっていうとアメリカでは笑われんやけど、ラスって言わなきゃいけないんやねついついなんか日本でな、ね、あのラスっていう風な発音に慣れてしまったので、これを見るとついついラスって言ってしまう。その度に笑われました。まあそれはさておき、このラスという遺伝子は原癌遺伝子として初めて、世界で初めて同定された分子です。でその話はですね、まあいろんなのがあるんやけど、なんかこれこの辺りが妥当かね、この辺りかね、はい、同定されたのはもうちょっと前なんですが、まあ、結構いろんなペーパーがあるので、その中でもこれアニュアルレビューというレビューなので、オリジナルペーパーではないです。でも僕が勉強したのはこの、論文で、アニュアルレビューのこの人が書いたラスプロテインというタイトルだったかなっていう、この中で紹介されているのがオリジナルで、結構昔だよね、1987年、何年生まれ91か、まだ生まれる前か、これあ、そっかまあそりゃそうやわな、はい、1987年に、発見されたわけではないんですが、その時に原癌遺伝子として、まあまあ、まとめられたっていうような感じの分子になります。で原癌遺伝子っていうのはどういうものかっていうと、結局これに問題が生じた時に癌になると、もともと癌になるための遺伝子というのはないから、普段は細胞分裂とかを調節してるけど、でもこいつらに問題が生じたら癌になる。で例えば、この場合だと分裂、細胞が分裂、この場合だと分裂をしない、こっちの場合だと分裂をするという、そういう特性を細胞が持つことになります。つまり常にラスが GTP フォームになるような状況になれば癌になるということだよね。例えばこの矢印を制御する遺伝子が壊れてしまったらずっとこの方、ね、形になるし、この矢印を制御する遺伝子が常に活性化するようなことになったらこうなるし、このラス自体が常に活性化しているとか、ラスがこの GDP フォームを取れないとか、そういった変異が入ってしまったら癌になってしまうということになります。だからこれが一つの癌の、メカニズムとして最初に見つかった分子ということになります。シグナルを述べていくと、ラスの下流としてリン酸化されるラフというのが見つかりました。でラスはラフというのを活性化するわけなんですが、ラフは、リン、次のをリン酸化するんですね、次の分子。ラフはその下のメックというのをリン酸化します。メックはアークというのをリン酸化していくという、マップキナーゼというふうにアクティベイティングプロテイン解ですね、マイトージェンアクティベイティングプロテイン解ですというのでマップ系というふうに言われています。アークはね、マップ系よね。だからこいつのことをマップキナーゼキナーゼと言います。マップ KK と言います。でさらにこれはマップ KK
マップキナーゼリン酸化酵素リン酸化酵素リン酸化酵素ということで、マップ KKK という言い方をします。なんか納得できたね。なんか愉快な名前をつけて、うん、マップ K、マップ KK、マップ KKK とね、この3つ並べてると。でこういう言い方をすることになった理由っていうのは、本当にこれがセットなんだよ。 こいつらが一つの棒状のタンパク質の上に乗っかってリン酸化して、またこれもリン酸化していくという形で働いていくということが、今日は役所はできるだけ少なくしていますが、こういうことが分かってきたので、このマップキナーゼの経路というのは、うん、一つ特別なものとして取り扱われています。でもアークのことはアークで、メックのことはメックで、ラフという名前がついてんやったら別にこういう名称をつける必要性がないやんか。でもあの分子生物の世界ではこういうふうに呼ばれているのは理由があって、そのマップキナーゼには他にも JNK と呼ばれるもの、それから P38 って呼ばれるもの、それから最近では ARC5 って呼ばれるものとかが見つかってきて、これは JNK のキナーゼ、 P38 はその上流ということで、まあ、形も似てるんですが、こういったマップキナーゼ、アークであることはマップキナーゼであることの十分条件やけれども、マップキナーゼの中には他にも種類が存在しています。この有名なマップキナーゼですが、日本人の西田英介さんというね、まあ、有名な教授ですが、1987年に見つけられた分子ということになります。非常に不思議なキナーゼ、キナーゼって普通セリン、スレオニンキナーゼかチロシンキナーゼかのどっちかやっていう話をねしたけれども、このアークの上流のメックっていうのは非常に不思議なもので、セリン、スレオニン、ここのセリン、スレオニンをリン酸化するとともに、こっち側にあるチロシンも別の活性部位でリン酸化するという、両方できるという酵素なんです。まあ、活性部位が2つあるからなんですけれども、でこのリン酸化された活性化されたアークはどうなるかっていうと、一つは、ね、核の中に入っていって、ね、核の中に入っていって、標的の遺伝子の転写をする。だから、ね、他の分子とまた他の分子を活性化して、でそれを核の中に入れるというような働きもあります。でその他にもう一個重要な点として、アークの役割としてはこういうことをします。スマッド1覚えてますか。スマッド1、そう BMP のところで出てきました。でスマッド1っていうのは、こうなりますよね。BMP 受容体の影響で、スマッド1は活性化すると。でこれはこのまま、表皮化であったり腹側化に関わってくる、そういう分子でした、ね、思い出した。今のシーンはカットする。はい、はい、スマートワン覚えてますね皆さんね。スマートワン、はい、アークの別の働き方はこの BMP の受容体によって活性化されるスマートワンがあるんですが、ここをこのアークはこの領域をリン酸化します。これをリンカーフォスフォリレーションっていうんですけどね、リンカースマート1のリンカーフォスフォリレーションね、こうリン酸化します。でそうすることによってこのリン酸化はこのリン酸化の意味合いをブロックするんです。で活性を失わせるという働きがあります。はい、この人です。はい、私です。これね。これが、
アメリカで行った仕事の中では一番大きな、よく引用されている仕事ですが、ジーンズ&ディベロップメントという非常にハイレベルの雑誌ですが、にアクセプトされた内容で、アークの、アークがここをリン酸化しているよという、そういう働きがあります。まあ、このように初期発生の中で、さまざまな働きを持っているということが言える分子がアークということになります。まあ、できるだけシンプルにすると受容体があるんですね、上流には。で、これはレセプターチロシン、タイロシンカイネイスと呼ばれている受容体で、RTK と K と表現されるものがあるんですね。つまり、受容体でリガンドを受け取ると下流の分子をのチロシンをリン酸化するという受容体です。例えば BMP の受容体とかノーダルの受容体とかはセリン・スレオニン・キナーゼです。これはチロシン・キナーゼタイプの受容体です。で、リガンドには何が、リガンドとして何があるかっていうと、まあ EGF であったり FGF であったり IGF であったり、まあ、NGF とか、まあ、他にもいろいろありますが、そういったリガンドがね、来るとそれぞれについて受容体が違うんだよね。 EGF は EGF 用の受容体、 FGF は FGF 用の受容体があって、受容体の形もそれぞれ違うんですが、基本として、まあ、こういった、ね、上流ナスの上流のとなる受容体としては RTK があるということをしておいてもらいたいということです。説明するのも必要最小限のことだけを説明しているので、かなり話が飛ぶんですが、この RTK というのはこちらのラスの下流もあるんですが、実はもう一つ下流があって PI3 カイネースというもう一個別の下流もあるんですね。PI3 カイネース、でこの下流はまた、まあ、様々な下流が知られています。ラスの方もさっきの単純にアークの経路を活性化させるだけではなくて、いろんな他の分子にも関わってくるという、ね、働き方があります。ここは気持ち悪いなと思うかもしれませんが、実際気持ち悪いんです。場所、時と場合、細胞によってシグナルのどの矢印が使われるかっていうのが異なってくるんです。これは薬です。抗生物質です。このラパっていうのはラパヌイって何か知ってますか？知らないよね。知らないよね。これは、現地の言葉でイースター島という意味です。我々イースターアイランドって呼んでるけれども、イースター島に実際行くとあっちの原住民の人たちは自分たちの島のことをラパヌイと呼んでいるんですよね。そんなこと知るかって感じでもこのイースター島で見つかった細菌から取れた抗生物質なんです。だからマイシンっていうのは抗生物質につけるね、ストレプトマイシンとかね、いろんな抗生物質の後ろにつける慣用句みたいな感じですが、ラパヌイで取れた島で、島ラパヌイにいる細菌から取れた抗生物質ということでラパマイシンという名前がついているという背景がありますと、ハリソンさん2009年ネイチャーにね載った論文です。ですが
このラパマイシンを作用させると、マウスにラパマイシンを入れた食べ物を食べさせておくと、食べてないものと比べると、ラパマイシンね、ラパマイシンプラスの状態だと寿命が縮まったら意味ないんだけれど寿命が伸びたというね、 20% ぐらい寿命が伸びると、余命がね、人間でいうと80歳ぐらいまで生きる予定だった人だったらそのままね100歳ぐらいまで生きてしまうというふうなことが見つかっているわけですね。だからアメリカではラパマイシンを買おうとした勢力の人がいっぱいいたみたいですけど、まあ問題点としてはラパマイシン自体に免疫抑制作用もあるので、確かに細胞レベルでは若々しさは保てるかもしれないけど、免疫は抑制されるということは病気になりやすくなってしまうので、だからそういう意味では万能な薬ではないんですが、まあ、不老長寿というのは、まあ、長年ね夢の技術というふうに思われていたわけですが、まあこの薬によってそれも一概には、まあ、永遠に死なないわけじゃないけども寿命を長引かせるっていうのは、まあ、できなくはない時代になってきています。まあ、他にもね FKBP12 という分子と、もともと細胞の中にある分子ですね、とくっついて死に結合するということが分かりました。でそうすることによってトルの働きを阻害しているんですね。じゃあトルはキナーゼなわけですが、有名なところ2つ分子があって 4EBP1 とS6K1 というターゲットの分子があります、というタンパク質がねありますが、キナーゼなのでトルっていうのはそれらをリン酸化するわけですね。トルはこれらをリン酸化するわけですが、このトルは S6K1 はリン酸化することによって活性化すると、4EBP1 はリン酸化することによって不活性化することになります。さっき ちらっと言いましたが、リン酸化して活性化されるタンパク質もあれば、逆にリン酸化されて不活性化されるタンパク質もあるという話をねさっき述べたと思いますが、このトルの下流として有名な2つ S6K1 に関してはまさに活性化されるタイプですが、 4EBP1 に関しては不活性化されるタイプのタンパク質で、これらの状況が作り出されることによってトルがね活性化している状況によって細胞分裂等がねは激しくなってくると、例えばこの間説明したコーディンとノギンって出てきたやんか。コーディンとノギンって脊椎動物はみんな持ってるわけです。コーディン、ノギン、BMP アンタゴニストとしてコーディンとノギンは全部持ってるんやけれども、じゃあ肺はどうか。肺っていうのは動物の中では脊椎動物が一つの頂点で、もう一つの頂点が節足動物。肺はコーディンとノギン持ってるか持ってないかとタックドーンでも当て物やから適当に言って持ってない。じゃあ持ってるにする、持ってるにする。ポリは持ってる、アサミンは持ってないにする。あの全員外れで全員当たりと言ってもいいかもしれんけど、ハエはコーディンは持ってるけどノギンは持っていません。進化の中でコーディンはハエも脊椎動物も使ってんやけども、ノギンはハエは使っていないということなんです。そう考えるとどっちの方が重要そう、
コーディンの方がね重要そうだよ ね動物すべてがコーディンを使ってセハラの軸を決めているということなんだから、コーディンの方が重要ですよね。フォルもマップキナーゼも両方ともすべての真核生物が持っています。で一番しね研究されているモデル生物の中で一番原始的な、ね、原生生物、ね、にあたるものがこれは酵母菌です。ね、ビールとか、ね、アルコールを作ってくれたりパンを発酵させたりね、いろんな働きを持っている酵母菌っていうのは大腸菌とは全然違う。大腸菌は原核生物だけども酵母菌は真核生物ということで、酵母菌は原生生物ですね。でこのマップキナーゼもトルも酵母菌の中にも存在していて、もう動物植物キノコとか関係なく全てのものが用いているんです。他の分子はもう ある程度この貝だけとかこの動物門だけとかそういう分子がねあるんですが、その中で酵母菌だけは全て酵母菌から、ごめんマップキナーゼとトルはこんだけの幅広い中で保存されて用いられている分子なんです。だからとてもそういう意味でも、ね、研究する価値のある分子として考えられています。しかもトルっていうのは2種類あったんですね。2種類存在してました。でそれぞれ特異的な働きがあるんですが、まあ、だからこれがトルのスタートです。それまではラパマイシンしかなかったというね状況ですね。はい。酵母においてはこうなんですが、じゃあ酵母にはトルが2種類あると。じゃあ人はトル何種類ある、自分何種類も取る10種類ぐらい、10種類持ってるの、ね、たくさん持ってる僕は1つしか持ってないですか人の場合はマンマリアントルというんですか、エムトルという名前で1種類しかありません。まあ、それにいろいろ分子があるんですが、まあ、例えば LSD という、ね、いう分子がね再度くっついてたりします。でも人の場合はラプターという分子とこっちはリクターという分子が結合することによってこっち側を取る複合体コンプレックス、これね複合体コンプレックス、トルク1と読む、こっち側をトルク2というふうな状態を作って、これと対照的な状態になってるんですね。こっちが酵母、こっちが人、こういった非常に巨大な分子なんですが、これ M トルだけでも7000ぐらいあるって言いましたが、確かラプターも4000から5000ぐらいのサイズがあったと思います。非常に LSD はちょっと覚えてないんですが、とにかく超巨大複合体でマップキナーゼもはるかにでかくて、細胞の中で分裂をするかしないかっていうのを調節している、そういった役割を担っています。まあ、当然 GTP フォームっていうのをエキスチェンジして働くと。でレブがトルク1にこれは直接関わっているのか間接かっていうのはまだはっきりしてない。例えばサイエンスに載ってた論文ですけど FKBP
38というのが、協力をするとというような話もありますし、デブが直接に参加してるって言ってる人もいますし、ここはよくわからないけど、一つだけ言えることは、レブが GTP フォームになったトルクワンは活性化するということだけは確実に分かっています。トルの上流についてはまだあのラグというのもあって、まあ、これもまあとにかくっていうよりはデブとこれもデブと一緒に共同して働くもので、これもラスタイプです。 GTP フォーム GDP フォームがあるというね、ラスタイプのもので、まあ TSC1,2 というね分子が、これをブロックしていて、 TSC1,2 っていうのを AKT がブロックしていて、さらに AKT を活性化するものとして PI3 キナーゼがあってというようなことがなどが言われています。困るよね、たくさん分子が増えてきて、ただどっかで見たことある分子が一番最後に出てきたよね。 PI3K ってどこに出てきたっけ。レセプターチロシン、タイロシンカイネス、FGF とかの受容体はラスの経路ともう一個 PI3 の経路があるという話をしたんですが、そっちの下流が PI3KAKTTSC でブラブラブラときて取るというルートもあるよという話が言われてるんですね。ただ、この辺りは細胞によってセル次第ですね。セルによってはこれをここ、細胞によってはこことか全く関係なく直接グルコースが作用するとかいうような方式もあるでしょうし、まあ、必ずしもあのこの上流がこれとは言わないんですが、世の中に一般的に紹介されているトルシグナルで Google で検索したらもう絶対ここまで書いてあります。 PI3 キナーゼまで。だからまあ一般的にはこの流れというふうに考えられると思います。ラパマイシン入りの卵を入れてやると、これが時間で、これが発生の成長度と、すると、まあ普通の卵はこういうふうに成長をしていきます。コントロールのね、卵はね、これはまあコントロールだから動線を変えてもいいわけやけども、じゃあラパマイシン入りだとどうなるかっていうと、こういうふうに15%から 15% ダウンするという結果が出ました。そのまま成長が遅れていくというね。じゃあもう一個、レブを不活性化したらどうなるか、これいろいろ方法があるんですが、ドミナントネガティブレブを入れるとか、レブのモルフォリーノを入れるとかいろいろあるんですが、レブを不活性化すればラパマイシンかけるのと同じことじゃない、ね、
ブを不活性化したらラファマイシンかけるのと同じことやんか。レブが不活性化したらトルク1は活性化しないわけやから。そうするとどうなったかっていうと、これも同じようにこうやって、ね、レブ活性が遅れていくという結果が出ました。マイナスという、まあ、ね、結果が出ました。つまりラファマイシンとか、ね、トルのシグナルっていうのは、まあ、生涯にわたって人生、ね、寿命とかを長引かせるというタイムコスをライフスパンを伸ばすという意味で働いているだけではなくて、その働き方っていうのは卵だった時からも始まっているということ、卵の時からも皆さんの死への次元爆弾というのを、ね、タイマーがカチカチと動いていっているということなんですね。それを端的に表しているデータが出ています。それが、まあ、うちの研究室でやったものですが、森山知ってる？ね、森山、ね、先輩知ってますよね。はい、森山、有機森山、吉久大畑とね、あたりが名前載ってますが、2011年に BBRC っていうね、雑誌に載った、こういう論文があります。はい、今回ね、内容は盛りだくさんでしたが、まあ、伝えたいことは伝えられたかなと思います。